はい、どうも、なみかずです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日の動画は、ブサメンをパーマでイケメンにチェンジする、美容師っぽい企画やっちゃおうと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。サザエさんです。Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you. But はい、パーマはですね、特にサラサラヘアで、バックが絶壁の人とかでもこのようにボリュームが出ますし、あとは結構トップがペタッと潰れやすい人も、まあ、緩めのニュアンスパーマをするとこのように、トップもね、ボリュームがつくので、そういった悩みがある人にもとてもおすすめです。こんな感じですね。今日はパーマの動画でした。はい、どうでしたか。こんな感じでね、ちょっとパーマをかけると、サラサラヘアもこのようにイケてる髪型にチェンジします。ぜひ皆さんパーマおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アルルルベデルチ、さよなら。